はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、お待たせいたしました。こちらのセッションはですね、Adobe ツールを使う側から、使われる側にというようなことを題しまして、Adobe ストックで報酬を得る方法というタイトルでお送りさせていただきます。私ですね、Adobe システムズ株式会社にて、マーケティング本部に勤めさせていただきます。とちやむねおと申します。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。そして、はい、私Adobe システムズ株式会社主にストックを担当しております青野香織子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ちょっと、ね、はい、じゃあ、はい、ですね、これからのお時間はこのタイトル通りなんですけれども、ですね、Adobe ストックのところについてお話しさせていただきます。で、皆さんの中でも Adobe ストックということを知らない方もいらっしゃると思いますので、今一度このスライドの方で Adobe ストックの内容をご案内させていただきます。今現在ですけれども、 Adobe ストックでは5500万点もの高品質なロイヤリティフリーの素材ですね、これを提供している。そして Photoshop、CC、イラストレーター、CC などAdobe の主要アプリと密接に連携されている唯一のストックフォトサービスというものになっております。皆様の中でもストックフォトサービスを知らない方もいらっしゃる、もしくは知っているけどもというところがあるんですけれども、 Adobe ストックでは実は去年の6月からこのストックフォトビジネスとして Adobe ストックというような形で参入させていただいたというものになっております。で、特にですね、ロイヤリティフリーの、素材を販売している、さらに Adobe、もしくはクリエイティブクラウドというふうに言った方がいいと思うんですけれども、そこがやはり他社さんと違う、そして非常に強みのある、いわゆる Photoshop ですとかイラストレーター、もしくはモバイルアプリなどもですね、連携した唯一のストックフォトサービスということになっておりますので、ぜひここはちょっと押さえてください。で、押さえるっていうところのポイントで言うと、はい、いきましょうか。はい、そうですね、Adobe が、写真、イラスト、動画、ビデオなどのですね、素材を売っていると、お考えの方もいらっしゃるかと思いますけれども、実はAdobeはですね、マーケットプレイス、売りたい人と買いたい人の場を提供しているに過ぎないという形になります。で、昨年の6月から Adobe ストック始まりましたけれども、これまではできたことは、ストックで、素材を買えるということだけでした。それがいよいよ、いよいよですね、まだですけどね、まだですね、今ですけど、はい、まだですけどね、繰り返しですけども、よくこの Adobe ストックというものは、Adobe なんか写真販売始めたってよっていうようなことを言われているかもしれませんけども、そうではないです。今後ですね、皆様多分ここにお集まりの方々がですね、この素材もしくはコントリビューターの、場になって、その場所ですね、マーケットプレスを作っているということをまずここで押さえておいてください。そうですね。で、売りたい人がだけがいて買いたい人がいないマーケットプレイスも逆もですね、うまくビジネスいきません。そういったところでですね、Adobeが、はい、ストックを始めるということはですね、両方の需要と供給が非常にいいバランス取れていると思います、はい、っていう意味では今ちょっとバランス取れてないので改めてなんですけども、じゃあ皆さんここで今日のお題にどんどん入っていきます。 Adobe ストックのコントリビューター、写真の寄稿者になりませんかっていうところなんですけども、これ青野さんどうなんでしょうね。そうですね、今後ですね、これからコントリビュートっていうのは寄稿する、投稿するという意味になりますけれども、投稿する皆様には今後ですね、Adobe ストックではコントリビューターと呼ばせていただきます、はい、ですね。で、素材、写真、イラスト、ベクター、ビデオなどがですね、今後 Adobe ストックで販売が可能になります。で、これらは Adobe のですね、近日公開されるコントリビューターポータルというものを通してですね、非常にスムーズにアップロードなどができると思います、うん、なるほどね。いわゆるコントリビューターのポータルって書いてありますけども、基本的には受付等々ですね、素材のアップロードはウェブのポータルサイトで行うというものですね。じゃあちなみになんですけれども、そもそもまだまだ皆さんの中でもちょっと気になるところで、
ストックフォトでもいろんな種類があると思うんですけども、そのあたりについてちょっと青野さん、解説お願いできますでしょうか。そうですね、まず素材をですね買う人はですね、実際に自分の PC に画像などがダウンロードされますとですね、画像を買った気でいますけれども、厳密に言うと画像を使用する権利、ライセンスを買うということになります。で、ライセンスにはですね大きく分けてライツマネージと RM とロイヤリティフリー RF の2種類がございます。で、ライツマネージドの方はですね、例えば使用期限、使用媒体ですね、使用用途などによってお値段の方が変わってきます。で、あとはですね、例えば使用する権利を管理するということもできまして、同業他社には同じ写真を使わせたくないですとか、日本国内ではうちだけで使いたいなどのですね、制限もかけられるのがライツマネージドです。で、その分お高い使用料は非常にお高くなります。なるほど。で、片やロイヤリティフリーのライセンス、こちらをアドビストックでは販売することになりますけれども、こちらは使用期限、地域の制限などにですね、制限がない、単価も非常にお安い、うん、ということは購入者は気軽に買える、うん、で、ただですね、一点同じ世界中で、販売していてですね、いろいろな制限はかけられませんので、まあ、同じ画像をどこか別の他の国のどなたかがですね、別の使用用途で同じ画像を使うという可能性もあります。ただね、膨大な数の素材を扱っておりますので、500万点ですね、今のところそうですね、ですのでアドビストックでは、ロイヤリティフリーのライセンスの方を販売しております。なるほどね。多分ですね、これ、今購買される方向けのメッセージとともに、これから皆様が、素材を提供していただくっていうところに関わる話で重要です。基本的にアドビとしてはライツマネージド RM の方ではなくて、ロイヤリティフリーとして皆様の素材を、マーケットプレイスに置かさせていただくっていうようなことになりますので、このあたりはご注意ください。はい、ですね。で、1枚画像の1枚あたりの画像のお値段もですね、すごいお手頃なのでですね、購入者の方も使うと決定してなくてもですね、後で探すのめんどくさい、もしくはですね、この作家の作品気に入ったなどでですね、一気に大量に気軽に、はい、購入なさっている方もたくさんいらっしゃいます。そうですね。はい。で、ですね、今もストックフォトサイトたくさんあると思いますけれども、アドビストックで素材を販売するメリットというのは何かありますでしょうか。やっぱり皆さんどんどん高収入を得るっていうところが出てくるかもしれませんけども、やっぱり皆さんの素材というのは、うち、アドビストックだけではなくて他のところでも販売されている、もうすでにやられている方もいらっしゃると思います。じゃあ何のメリットがアドビストックにあるのかというところでですね、ちょっとこちら、グラフをご覧ください。弊社ですね、クリエイティブクラウドをリリースしたのが2012年だったんですけれども、どん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 その使用者数というものは増えておりまして、今現在ですけれども、だいたいですね世界中でっていうんです、しかも優勝版で600万人ですねを超える契約を突破しているというのが現状です。ですので、まあ、皆様の素材は当然日本国内だけではなくて、ワールドワイド、それこそアメリカなの、ヨーロッパなの、ブラジルなの、そういったところまで全ての方々が使えるというのが今回のポイントです。で、特に繰り返しですけれども、クリエイティブクラウドと密接に連携しているっていうところがもう皆さんご存知かもしれませんけれども、やっぱりこの、アドビストックとクリエイティブクラウドのタッグチームの強みですので、そこがこの600万人以上、しかもこれがどん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 増え続けるっていう意味では、かなり高いポテンシャルがあるということは、言えるのではないかと思います。これがやっぱり競合他社さんではないというところです。ちなみになんですけれども、弊社のこのクリエイティブクラウドですね、使っている特に、購入者バイヤーの方々ですねっていうのは、だいたいその中の 61% ぐらいというのがデザイン関係であったりとか、ウェブ関係であったりとか、もしくは印刷会社そのものであったりとかします。逆に言えば、皆さんの素材というのがそれだけ使用される、チャンスがいっぱいあるということなんですね。
ですので、まあ、ウェブなどは例えば、弊社あのドリームウィーバーとかいろいろありますけれども、今後、XD とかあって、で使用更新頻度がどん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 、高まっていくっていうふうになると、お客様の方はそれだけ更新頻度が良くなる、それだけ見栄えを良くしなければいけない、だから写真とかベクターですとかさまざまな素材が必要になってくる、まさに皆様の、機会ですね。これが非常に高いということです。ちなみになんですけれども、ここでですね、Adobe Stock と Creative Cloud、 じゃあどれだけ連携がいいのっていうような話なんですけれども、今日キーノートのところでもちょっとあったかもしれませんけれども、実は Adobe Stock とそして Creative Cloud を連携させることによって約10倍のワークフローですね、生産効率が上がるというような、指標、ベンチマークの方もファイファーレポートという、まあ、コンサルティング会社ですね、そのベンチマークをこう出してくれるような、そういった会社のところで、実はもう出しています。ですので、ちょっとですね、じゃあどういうような形で使われるのか、ストックフォトと、そして、まあ、クリエイティブクラウド、特にフォトショップですよね、そういったところがこんな形です。ちょっとより具体的です。シナリオ1、例えばプレビュー画像ですね、 Adobe Stock というスカシをこう今度はスカシなしのものに入れ替える、これってすごく簡単です。もしくはあえて言いませんよ、シナリオ2、カラー補正したプレビューのところをライセンスのを取得したものに変える、これも約10倍ですよね、速くなる。もしくはスマートオブジェクト化したブラブラというもう書いてありますけれども、ちょっとややこしい話は難しくなってしまうので、ちょっとビデオを見ていただいて、皆さんの、提供した素材がどういうような形で利用されるのか、これ Adobe がキャンペーンやっているそのちょっとビデオなんですけれども、それを一旦ご覧いただくと分かりやすいのかなと思っています。ちょっとご覧ください。 In 1990, a pair of thieves entered the Gardner Museumand cut the stone of the Sea of Galilee from its frame. It hasn't been seen since. My name is Ankur Patel, and I'm tasked with taking Rembrandt's missing painting and recreating it entirely from Adobe Stock. I'm going to start this painting like Rembrandt would have with the sky.The cool things about Creative Cloud is that you can search for Adobe Stock in Photoshop. You can warp it, liquefy it, add effects, change the color, and you can directly license it. The watermarks go away, and everything stays intact. I use 3 or 4 stock images per face. If I like somebody's eye and somebody else's lips, I merge them into one.One of the portraits in the painting is a self-portrait of Rembrandt. I wanted to add myself. The whole process of finding the stock images inside the Creative Cloud saves a lot of time. With Adobe Stock, my creativity is uninterrupted. I can make a masterpiece. という形でですね、英語で何のこっちゃっていうようなことがあったかもしれませんけれども、今実はこれ米国の方、そしてヨーロッパの方でやっているキャンペーンですね。それをちょっとダイジェストで、そのまま流させていただきました。ポイントとしてなんですけれども、Adobe Stock と繰り返しですけど、Photoshop を使ってどのような形でミッシングマスターピースっていうのはちょっとキャンペーンテーマでやっているんですけれども、まあ、失われた昔の、あれは絵画ですよね。ごめんなさい、絵画の名前を何ていうかすっかり忘れてしまいましたけども、あの絵画のところを Adobe Stock と Photoshop で作り上げるとこういうような形で出来上がるよっていうようなもの、それを今ビデオの方で説明していました。なので透かしがポンと消えたり、もしくはアプリケーションの中から直接 Adobe Stock で必要な画像を選び、
ということもありますので、皆様の素材、皆様がご提供予定になるというのもできる素材というのは、お客様、いわゆるバイヤーの方、もしくはフォトショップ、イラストレーターユーザーさんなどでですね、直接すぐにサーチして検索して使えるというようなメリットがあるというのが、このビデオのお話ということになります。そうですね、なんか素材の一部としてですね、自分の作った何かが使われるという可能性もあるっていうことですよね。そうですね、やっぱりそこのところが、フォトショップもしくはクリエイティブクラウドで使われるという意味ですね。で、のところのメリットの一つになるかと思います。で、一体現在どれぐらいのコントリビューターがいて、そのうち日本人のコントリビューターの数っていうのはお分かりでしょうかね。ですね、多分このあたりが今後皆さんのアドビストックのコントリビューターになりたい、寄稿者になりたいということで、どれくらいのライバルがいるんだというところで一番気になる中の一つではあるかもしれません。それにですね、実はお答えしましょう。番、明確な人数の回答はできません、ごめんなさい。ただ、ここで言えるのは、北米ですとかやっぱりヨーロッパの方々ですね、その方々は、非常に多いです。逆に、日本の方も多いんですけど、やっぱり北米ヨーロッパと県と比べるとまだまだ日本のところが少ないということは、この来場、お集まりいただいている方々向けにはビッグビジネスチャンスということになるんですよね。なのでもっとですね、皆様のところでも登録していただいて、どん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 、日本人もしくはアジア向けということですね、その素材を、作っていただきたいというのはアドビストック側の願いでもあります。で、なぜか、これはアドビストックだけではないかもしれません。というのはですね、じゃん、ちょうどいつも忘れてない、先週ぐらいですね、そうですね、リオオリンピックが終わりました。すごく閉会式なんかも、盛大に行われて、日本に対するこの期待ですね、というのが非常に高まったと。2020年をこう東京オリンピックを見据えて、今からこういうような準備をしておくことによって、例えば今まで皆さんの中でもご存知だと思うんですけれども、やっぱりリオ、東京の裏側ですよね、のところに取材陣とかスタッフ、ビデオクルー、写真クルーっていうふうにお金をこうね、ホテル代だのなんだのって、まあお金かかります。で、それと今度は逆転することが起こるんですよね。で、そうなると、もちろんブラジルからだけではなくて、北米からさまざまなところからやっぱりクルーを来させるというのはなかなか難しいっていう時に、こういうようなアドビストックの素材という使われるケースはどん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 増えてきます。これは確実です。っていうことを考えると、今から準備してビッグビジネスチャンスを皆さんの中で得ていただきたいということが、ここで申し上げておきたい。なので今から準備しておくというのがポイントになります。はい、でもですね、ここからはこの会場にいていただけるだけですよ。ちょっとですね、言いにくいところも出てくると思いますけれども、じゃあいろんな他社、競合他社さんがあると思うんですけれども、コントリビューターの実際の条件ですとか、何ための、もしくは具体的な報酬ってどれくらいなんだっていうところは、やっぱり皆さん気になりますよね。それについてちょっとこの会場でちらっとお答えしてしまいましょうか。そうですね、はい、で、まずは、アドビストックのコントリビューターになるにはですね、で、非常に基本的なことになりますけれども、18歳以上である、で、アップロード、自分が作った作品のみを販売するということになります。で、例えばですね、人物写真などをアップロード販売する場合には、その人物モデルさんからのモデルリリースなども、その作品に添付して、アップロードしていただく、ことになりますですね。で、アドビストックの、コントリビューターとしての登録方法というのはですね、非常に簡単です。で、アドビ ID をお持ちの方はですね、そのまま同じ ID を作ることもできますし、新規の方はですね、ぜひ新しいアドビ、ちょっと聞いてみましょうか。アドビ ID すでにお持ちの方ってどれくらいいらっしゃいますか。
さすがですね。そうですね。この、Adobe Max に来場するために Adobe ID が必要だったと思います。もしくは、すでにクリエイティブクラウドで使われている方もいらっしゃると思うんですよね。そうですね。なのでここはまあクリアできると。そうですね。はい。ではじゃあもう一つついでにお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、そうですよね。あのすでに、他のストックフォトで画像販売なさってる方よろしければ挙手をお願いいたします。あ、結構いらっしゃいます。かなりいらっしゃいますね、なるほど。そうですね。で、あのもうすでにアップル、あの他でアップロードなさってる方などはですね、あの使用があってあの慣れてらっしゃると思いますけれども、うん、基本的には同じような形になります。うん、で、Adobe ID を作ってからですね、コントリビューターサイトで登録してですね、でハンドルネームなどを決めていただく、うん、もちろん本名でも構いませんし、うん、購入者側に見えるですね、自分のニックネームになります、はい、で、登録自体が完了しましたらば、作品、自分が作ったですね、作品のタイトルやタグですね、キーワードなどをつけて、で次のステップ、審査に回していただくという形になります。で当然売り物なのでですね、うん、何でもかんでもサイトで販売しているわけではないです、うん、であの審査担当というものがおりまして、うん、で、まずはあの基本的にですね、あの技術的な仕様が合ってるかというのは、まあ、機械で判断して、その後は人の目でですね、はい、あのきちんとあの採用不採用というのをですね、はい、あのしまして、採用されたもののみがですね、うん、Adobe Stock で販売されるという形になります。ちなみに青野さんはその審査員ではないということなので、ここで何かやられても私、我々は何もできませんというところですね、はい、ちょっとおさらいです。あの登録方法ですね、1番目 E メールアドレス、ハンドルネーム、そして審査員の必要情報、やっぱり報酬を受けるっていうような登録もあるので、身分を証明するものが必要になる。そうですね。まずこのあたりを事前に準備してくださいというのがポイントです。というのはそれを準備した上で、次の2番目ポータルサイトでコントリビューター申請、これが今のところまだできていない、もしくはこれが近日公開ということになるので、それまでの準備をしてくださいというような話です。で、コントリビューターのところのサイトのポータルがオープンしましたら、そのもろもろの情報を、入力していただく、もしくはアップロードしていただいて、で最終的にはまずは登録を完了させるということですね。そうですね。はい。で登録が完了したその次で今度は、素材、販売したい素材をアップロードする。ただそのアップロードしたものが全て、いわゆるAdobe Stockの中で販売できるかというと、そういうものではないと。基本、例えば、一番最初に、Adobe Stock のこうキャッチコピーじゃないですか、メッセージとして5500万点のロイヤリティフリー、高品位な、高品質なっていうふうに書かれていたと思います。なので、基本的にはですね、やはり Adobe の、まあ、キュレーター審査員のが、判断するというものもあるんですけれども、ここは皆さん繰り返しですけれども、Adobe のクリエイティブクラウドを使うイコールデザイナーの方とかクリエイターの方非常に多いです。ですのでその方々に使われ、たがるような、まさに皆さん使われたがる、ような使われたいような素材を作っていただくっていうのが、まあ、一個ポイントになるかなと思います。そうですね。はい、で例えばですね、すごい、いい表情の人物画像が撮れて、うん、モデルリリースなども取得されていたとしてもですね、はい、後ろその背景にですね、企業名などがすごい分かる何か段ボールですとか、うん、はい、そういうのが入っているともう、採用されないので、そういった場合にはフォトショップなどでですね、うん、きちんと消して、そうですね、はい、お願いいたします。はい、ここですよね、やっぱり。そうですね。で、コントリビューターの皆様に支払われる報酬、販売価格はですね、その購入者のプランやサブスクリプションや購入方法などによって異なりますけれども、写真、イラスト、ベクターはですね、販売価格の 33%。でビデオに関しては 35% という形になります。でこのですね、報酬のレートはですね、かなりこのストックフォト業界の中でも高いトップクラスのレベルだと思います。はい、はい、そうですね。そうですね。で、じゃあ実際に売れた場合に毎回自分の口座にチャリンと
チャリーンと支払いをできるのかっていうとですね、お札がいいな、まあいいはい、で、で実際にですね、あの支払い手続きができるのはですね、その、報酬が、50ドル以上ですね、貯まってから、支払いの手続きをしていただくという形になります。ですので、もう50ドル貯まってからすぐに支払い手続きをしていただいても構いませんし、100万ぐらいですねバサーの方ですね、チャリンじゃなくて ね、はい、あの年末のボーナスみたいな形でですね、あのまとめて、支払い手続き50ドル以上でしたらお好きな時に、支払い手続きができるという形になります。なるほどね、はい、これは多分他の企業さんでも一緒だと思うんですよね。やっぱり1回1回買われて、それで1回1回振り込むっていう風になると、まあお互いすごい手間ですし、そういったところもあるので、ある程度の金額、アドビストックの中では50ドル。で、プラスですね、やっぱり画像のパーセンテージよりもビデオのパーセンテージが高いっていうところは、やっぱりポイントの一つですよね。そうですね。あのビデオ制作には手間も暇も、時間が、かかりますから、はい、でやっぱりそこの中で一応言っておきますと、これ皆さんの中でも、実際にですね、アドビストックのサイトの方に行っていただければ分かると思うんですけども、まあ、画像1点だと大体1108円ぐらいだったかな。そうですね。で、ビデオの方ですとオンデマンドで確か7400、7980円、まあ、それぐらいの金額です。皆さん頭の中の計算式でいうと大体どれくらいが入るのかなっていうのは分かりますよね。ただそれは、あくまでも一つの目安であって、で、10点でいくらとか、そのサブスクリプションの形でもありますので、そこは、単価が異なるということになることもまずは事前にご了承くださいという点です。はい、じゃあこっちですね、これはね、はい、ということでですね、いろんなこう話が出てきたんですけども、まあ、報酬は分かりましたと、まあ、その入るコントリビューターになる条件っていうのも分かりましたと。じゃあこれから準備をするにあたって、やっぱり売れたい、まあ、使われたい素材をどんどん作り上げたいっていう時に、どんな今作品っていうものが人気があるのか、もしくは需要があるのかっていうことも皆さんの中では、疑問点とあると思いますので、私もちょっと聞いてみますと、どんな作品がやっぱりあるんですかね。そうですね、まず、ストックフォトをですね、販売していただくにあたってですね、まあ、自分の思い入れのある作品がですね、必ずしも需要があるとは限らないということでですね、ストックフォトというのは、そのライセンスを購入した人がクリエイティブな制作物ですねを作る素材を提供するということをですね、念頭に置いていただければと思います。で、もう今日はですね、クリエイティブな皆様がお集まりでですね、はい、お仕事などもなさっていると思いますけれども、うん、一つの企業からの依頼ですと、はい、その企業から、どうしたいですとかですね、いろいろな要望に沿ったものを作って納品するということになりますけれども、ストックフォトはですね、購入者がどこの誰だかわからない、ですね、でそういった人たちのニーズに応えたものを販売いただければと思います、うん、ですので、別の意味でですね、クリエイティブさが必要になります。なるほど、はい、ちょっと具体的にいきましょうか。そうですね、で、2020年ですね、年取ってくると1年あっという間ですよね。あっという間でございます、はい、ですので、もう4年後なんていうのはですね、あっという間です。でもすでにいろいろなですね、企業さんなどがですね、この2020年に向けてですね、世界中でいろいろな準備をしていると思います。で、私たち日本人としてですね、まずは、絶対に需要があるものというのはですね、こういった日本を紹介するもの、はい、もしくは外国人が日本を観光しているものなんかもですね、海外のメディアや旅行会社などには非常にニーズがあるのではないかと思います。確かにですね。で、その他にですね、非常にニーズがあるものとしてはですね、シニア世代の作品というのは、もう実際に購入したいお客様からももっと
まあ、いろいろな種類増やしてほしいというようなですね要望もいただいております。で同じような形で医療系の、写真やイラスト、ビデオ何かもですね非常に需要が高い形になります。まあ、そうですよね。医療系などはやっぱりなかなか皆さんの環境の中でも取りづらい、もしくは作り上げにくいということもある。逆に言えばニーズがある、こういった医療系とかシニア系のところっていうものをある程度意識して作品を作っていくっていうのはやっぱりポイントになるかもしれませんね。そうですね。はい。で、少し前のですねストック写真というのはの人物画像というのはですねスタジオ内でカメラ目線でにっこり微笑んでというんですねはいチーズっていう形のそうですねいらっしゃいませみたいな形のものなどがですね主要でした。もちろんそういったものもですね今でも人気ですけれども、どんどんトレンドというのは変わってきましてですね、同じようなビジネス写真などでもですね計算はしているけれども見た感じですね非常にさりげない形、自然な形のいろいろなシーンというのがですね非常にトレンドになっております。で同じようにですねこの、イクメンですよね、はい、育児をするメンズでいいんですか、はい、ですねといったようなですね最近のトレンドといいましょうか、いろいろな生活形態なども変わってきます。でこういったものをですねどういう写真がニーズがあるかだけではなくてですね世間一般でどんなものが流行りそうか、ですね、流行っているのかなどをですね常にリサーチしていただいてですねニーズに合った作品をアップロードしていただくことが報酬につながると思います。なるほどね。まあそれはそうですよね。そうですね、はい、でもうこちらは定番ですけれども食材ですね。でもう見るだけでお腹が空いてくるような食材というのはもう世界中で人気です。ですので今日帰ってからでもアドビストックで食材とかぜひ見てみてください、うん、きっとあこれ食べたいあれ食べたいと。これもあれですよね、例えば今というかちょっと前かもしれないですけどパンケーキがこう流行ってた時にう、ね、こうパンケーキ系のものを持ってたりとか、そうです、ね、もしくは海外向けだとやっぱり日本寿司天ぷらすきがきっていうのが出てくると思うので、そうですね、はい、そういうような素材をもう持っておく、もしくは静かのあるものを作っておくというのは重要ですね。そうですね、はい、でこれは何でしょう。イラストレーター、うん、日本で一番販売があるんですよね。で、イラスト何かはですねもう国境関係ないです、うん、世界中で人気があるものです。でイラストやベクターですね、テクスチャーなども含めてですねこちらは非常に需要が高いものになっておりまして、すで、に日本人のですねコントリビューターの方もたくさん活躍していただいております。で、購入者のですね先ほどから申しておりますけれども使用用途というのは様々です。つまり紙媒体に印刷したり、ウェブに使ったり、大きさどれぐらいか、そういった時にですね購入者がある程度購入した後で加工修正するということをですね念頭に作成お願いいたします。というのも例えば上下をトリミングしてウェブページのバナーのところに使いたい、もしくは何月何日バーゲンみたいな形でですね文字などを加えたいというような形で使われる方もありますので、構図も大事ですけれどもある程度周りにスペースがあるということはですね大切になります。そうですよね。実際に皆さんの中でもどうしてもこう自分の好みの構図で撮りたがるっていうところもあるかもしれませんけども、やっぱり使われる立場として皆さんの素材が使う側がどこに何をやるたがる、例えばプレゼンっていうところでもそうだと思います。チラシもしくはウェブサイト、おっしゃる通りですよ。そこのところでうまく考えてやっていく、作っていく。特にイラストの場合には、イラストデータもしくはベクターというのは解像度に皆さんご存知かもしれませんけども依存しないっていうところが結構意味合いでかいです。最近ですねアドビのお客様、これは、コントリビューター側ではなくて、バイヤーの買われる方のところもですね印刷媒体はもちろんなんですけども、特にウェブで素材を作られるっていう方も非常に多いんですよね。でそうなるとやっぱり、Photoshop もしくは JPEG 等々の画像だけではなくてこういったイラストの素材というのはすごく有効範囲が高い
っていうものにもなってくるのかなと思います。ですのでそのあたりもちょっと計算して、素材を今のうちに準備しておくのはいいかなと思いますね。そうですね、はい。で次にですね、Adobe Stock ではビデオも販売しておりますけれども、すで、うん、に販売されている作品からですね、プロモーション的に作ったものをですね、うん、ご覧いただければと思います。はい。で、Adobe Stock で販売しているあのビデオはですね、5秒から60秒以内のものです。ただ実際はですね、10秒以下のものが多いです。つまり購入なさる方というのはですね、それ単独で使うわけではないです。企業 の会社案内のビデオの一部、冒頭に使いたい、コマーシャルに使いたいなどですね。今このような形で見えていますけれども、まあ、これはある意味素材をつないでクリエイティブな形で見せているような、こういったプレゼンというか、ビデオになっています。で、今ここのところの今までの中では話をしませんでしたけれども、今後ビデオの素材として、例えば弊社のプレミアプロですとか、もしくはアフターエフェクツですとか、そういったものとも非常にこの Adobe Stock というのは連携が取れています。なので長編を撮りたがるっていうことになっているかもしれませんけれども、そこではなくて、ある程度、まあ、10秒、30秒、20秒、そうですね、ある程度ちょっと限られているっていうところもありますが、それを皆さんの、使う側、クリエイターの方々とかはそれを素材として自分の作品の中で使われるっていうことになるんですよね。そうなります。なので皆さんの中でもですね、ぜひそのあたりを意識して、じゃあどういうようなシーンだと、このビデオお客さんが、クリエイターの方使うかなっていうようなものも考えるのがポイントだと思います。はい。で、Adobe Stock に、Adobe Stock のコントリビューターポータルについて、はい、もっと情報が知りたい場合は、はい、でどうすればいいのかなっていうところもあるんですが、大丈夫ですよ。そうか、まだ時間があるんですね。はい。ということでですね、まだまだ実はこちら Adobe Stock ですね、まだコントリビューター側の、いわゆるポータル、ウェブサイト、告知サイトというのはできていません。ですが、近日公開されます。ですので、それを知るためにはということで、ぜひ押さえていただきたいのが1番目、3つです。1番目、Adobe Stock の Facebook、があります。こちらの方を皆さん、フォローというかチェックをしてください。常々ですね、新しい作品ですとかそういったものというのはこの、Facebook のページで紹介もされているんですけれども、いわゆる情報の、発信としてもこちら使っています。ですので手軽な部分としてはこの Facebook を、チェックしていただくというところが一つ目です。で、二つ目なんですけれども、これは私の方もちょっと製品担当として書かさせていただいております。Adobe Creative Station ブログなんですけれども、これですね、私、フォトの製品としてやっておりますけれども、ウェブですとかデザインですとかビデオの担当もこの Creative Station のブログの中で情報発信しています。なのでちょっとこういうような話がっていうような時にはこちらの方ですね、チェックしていただければ使い方ですとかさまざまな、How to ノウハウニュースなども、出ていますので、これもチェックしておいてください。で、3番目ということになるんですけれども、 Adobe の、ニュースレターっていうものもあります。で、皆様の中でもこれもうすでに登録済み でこのストック、ごめんなさい、 Adobe、Max ですね、この情報もこのニュースレターを登録していたから知ったという方もいらっしゃるかなと思います。ですので、このニュースレターですね、発信する際にはですね、弊社からもこの Adobe Stock ポータル、ポータルサービス開始ですとかコントリビューターポータル開始っていうようなお話をさせていただきますので、ぜひですねこちら3点をチェックしていただければというふうに思います。ですので、まあ、皆さんの中でもですね、うまくこういったアドビの情報がありますので、これで、しっかり、まあ、皆さんの高収入ですね、今まで私もすごく嬉しいのはどうしてもですね、製品担当としてフォトショップ買ってください、ライトルーム買ってください、クリエイティブクラウド買ってくださいっていうふうに皆様のいわゆるお財布を痛めつけるようなお話しかできていませんでした。ですがこれからはコントリビューターというような立場になっていくと、まさに Adobe の製品を使って、でその中で今度は皆様が今度儲けていただく、
収入を得ていただくっていうような立場になると思いますので、ぜひ情報は早めにチェックしてください。で、今から準備してください。で、スタート出しももちろん大切ですけども、お客様皆様の、販売した相手が誰なのかっていうことも考えた上で、こういった準備を行うっていうことが重要なのかなというふうに思っています。ということで、大体もう締めになっていますけども、何かありますか？ないですね。ぜひコントリビューター登録お願いいたします。はい、ということでですね、皆さんのところで一応これで終わりにさせていただきますが、ちょっとだけ、ここまで聞いていただいたということで、ちょっと私こっちの こういう製品ですね、担当している、もしくは写真系もちょっとやっているということがありますので、ライトルームをお使いの方ってどれくらいいらっしゃいますか？ありがとうございます。ですね、最後にこれ、ちょっとした tips というか、今後のお話です。 Adobe Stock と Creative Cloud の連携っていうのはどんどん、密接になってきているのは多分皆さん、イメージ通りです。ただ、Lightroom と Creative Cloud、Lightroom と Adobe Stock ですね、っていうのは実は今後連携される予定です。特に皆様向けです。このサイト、この英語でまだ開発段階で恐縮なんですけども、これって見られたことあります？ない。そのために私が Tips として今お話ししてます。何を言いたいかというと、これごめんなさい、英語のスクリーンショットで恐縮ですが、ライブラリーのモジュールですね。で、皆様の中ではあまり使っていないかもしれませんけれども、この左側の、ちょっと待ってください。よいしょ。ですね、ここのところで、Facebook とか Behance書き出しっていうような、そういうモジュールがあるのって知ってました？知ってました？あ、知ってましたね。知ってた方なんですけども、その上になんか見慣れないアイコンあるの分かりますね。はい、これ何をしていくかというと、ここの Adobe Stock っていうようなところのパブリッシュ系のものがついて、で、皆さんが Lightroom で写真大量に撮りましたよね。で、そこのところから直接 Adobe Stock のポータルへ素材を上げるような、もしくはキーワードを打ってそれをそのままっていうようなものもできる予定です。予定です。ですので、そのあたりも含めて今のうちに皆さん Lightroom 挙手いただいた方はキーワード分かりますよね。選ばれるためには、例えばビッグサイトっていうところのところで写真を撮った、それではなくて、例えば海ですとか日本ですとか、そういう改めて人気のありそうなキーワード今のうちに準備しておく。で、それが Lightroom の中でやっておくと今後役立つよっていうようなお話をさせていただきました。キーワード打ちって結構大変ですもんね。そうですね。ですので、ストックを買った購入者の方の作業効率を上げるだけではなくて、コントリビューターの皆様のアップロードする作業効率もだんと上がるっていう形になりますよね。そうですね、なのでここがやっぱりアドビ、もしくは、アドビストックとクリエイティブクラウドで皆様が、使っていただく大きな理由にもなると思いますので、ぜひぜひ今からご準備をいただければというふうに思います。ということでですね、ちょっと、早めに終わりますけれども、アドビストック皆さんですね、ぜひ今後使う側から使われる側を意識して、制作作業の方を準備していただければと思います。ということで、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。